はい、どうもくみつです。だいぶ後半になってきたと思うんですけれども、ゲルドの街からやっていきたいと思います。あれはね、この右の族長さんはこの前疲れてるって言っちゃったけど、多分寝ちゃってるんだね、この音符マークから見ると。あ、登れない。行ってこれる？はぁ、あ、はぁ、あ、はなんかクレーンみたいのがあるけど、くそ失敗した。ボムチューボーリングだ。あったね、こんなミニゲーム屋さん。ボムチューボーリングへようこそ。1回30ルピアでやってみる。お金はあったっけ。 ABXY でボムチューが出せるで。はあ、なんでそんな押す。関西弁がすごいな。まだアーチェリーも満足にやってないのに。あー、123。あ、いい感じ。といっぱい出しとけばいいんじゃないの。もういっぱい出せるよ、いっぱい出せる。もうなくなっちゃった。いっぱい出せばいいと思った。やったやったー、いっぱい出しただね、取れた。ええ感じ。こんなたくさんのボムチュー見たことあらへんやろ。この店の修理にはお金ばっかりかかってまうわ。それはかわいそう。ちょっと20円じゃなくて30ルピーなのもまあわかるって感じかな。うん、もうちょっとしっかりやってみたいところはある。はい、2個。ちょっと間開けないとボムチュー同士がぶつかって無駄になっちゃう。ちょっと見て。う、あー、あ、大きなボム袋。嘘、なんかこっちの難易度低くない？大きなボム袋を手に入れた。爆弾とボムチューを10個まで持てるようになる。え、どんぐらい倒したか全然わからない。そんなに倒した覚えないよ、正直。やっぱでっかい矢筒がもらえるんだよね、アーチェリー場きっと。あー、わーん、いろいろとやっちゃった。もうルピーになっちゃったね。オッケー、なんか取るもんは取れた気がする。砂漠のど真ん中の中に鉱山があるんだけど、興味はあるかい？最近は誰も近づこうとしないんだけどね。そこに行けってことかな、きっと。宝箱、あ、かっこいい。お金720。あ、結構あるね。買おう。あ、靴持ってた、同じの。私の店はめっちゃいいと思わない？砂漠まで来る客は思った以上に少ないけど、夢はそう簡単になくさないわ。もういい、いい店。凝ってる。とても凝ってる。そしてすぐ崩していく。じゃあ素直に下に持ってってみるか。ここ、え、あまり聞いたことない曲かも。プーパーピーポン、プーパーピーピン。あ、間違えちゃった。トゥーパーピーピン、プーパーピーピン。むにゃむにゃ、なんで外で寝ていたんだ。あ、ゲルドの普通に砂漠の音楽のなんかちょっとへちょうちょうとかわかんないけど、なんか普通のやつじゃないやつのやつだったんだな、音程が。起こしてくれたのはあんたかい。あたいはこの集落のリーダーのバリアラだ。やっぱり集落のリーダーだった、バリアラ。これを持っていれば厄介な鉱山の巨人でも倒せるはずだ。おお、あ、あ、あ、やっぱ引きた。パワーグローブ来ました。ドゥ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 ン。岩や箱を持ち上げて3マス前に投げられる。超投げるじゃん。あ、これでいろいろ取れるようになるかも。また変なやつに突然襲われた。なんて名前だっけ。オクタービアス、オクターブ、あのオグビショ野郎。
あいつを懲らしめたい。何の歌、なんて名前だそれは。おくたび症、ボコボコにしとくわ。てってててて、あと3個だ。お、え、ガノンドロゴじゃないよねこれ。オルガン弾いててさ、男の人っぽいけどさ、まさかガノンドロフがここにいるわけないよね。お見舞いしてみました。バリアラはやっと起きたのか。まったくもう、練習しているんだ邪魔するの。最近の出来事で音楽に不思議な力があると気づいた。俺も修行しないと。やっぱ俺って言ってる男だ。ガノンドロフじゃないのかな。違うのかな。ゲルドのね、町には男の人は滅多に生まれないですからね。でも女の人が族長みたいのやってるってことはどういうこと。考えるのをやめてしまった。登りたいんだけどな。あーダメか。あ、あ、なんかなくなった。あ、これ、あ、オッケー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 、やったー、登れました。爆弾をとりあえず置いとこうっていう作戦は成功いたしました。でん、こっち登りたいけどどうしたらいいんだ。下行ってみる。お、あ、ゲルドのマークだ。テレビーン、テッテッテン、テレビーン、テレビーン。あ、あそこが鉱山か。待って、そうだね、真ん真ん中に何か建物があるので、そこをじゃあ周り行ったらやってみる。頑張って。はい、勝手にぶつかって死んだぞあいつ。あ、ホールヤーズがなくなっちゃった。いけねえ、畜生。お、ドゥル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 ー、来た。おっと、やっと私がこの世界にやってきた理由が分かったよ。私がこの世界にやってきた理由は、私の世界のネクロダンサーに似ているオクターボを倒すためなんだと思う。ネクロダンサー、オクターボってネクロダンサーのキャラクターだったんだ。そっかそっかそっか。だから私たちみんなで力を合わせてオクターボを倒そう。はっ、はっ、ケイデンスが仲間になった。異世界からやってきた旅人、帰る方法を探して旅をしている。ここで名前の仲間になるな。ありがとう。砂漠の中に大きい鉱山があるけど、入り口の橋が壊れちゃってて中に進めなかったよ。ここの、そっかそっか、ここの橋を直すのにバネがいるんだ。バネじゃない、ガラガラガラがいるんだ。あと2つ見つけなきゃいけないんだけど、シーカーストーン近くにないかな。あ、あ、簡単に死んだ。あ、あ、びっくりした、待って待って待って、入れそうだけど、あ、この中に入ったらダメなのかな。あ、おりゃまあ、ティドゥ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 、これはなんか時のオカリナのオカリナで吹く曲。あれ、これって鉱山に行く時の曲だったんだっけ、忘れちゃったけど、ダンジョンの入り口に飛ぶ音楽っていうのがあるんですよね、教えてもらって。それの曲だ。この機械で橋を渡せるんだが、歯車が3つ必要。ここか、どこにあるか教えてくれや。なんで歯車ないんだよ。もう畜生めが、変えてみよっか、せっかくだし。ケイデンスちゃんで、武器が、あ、一番下がない、ケイデンスちゃんは。あ、で、探検で、そうか、ブロードソードにしとこうかな。はい、
ちょっと違っ、やっぱこれこのケイデンスちゃん専用の武器的なわわわもあるのかもしれないね。探せば。いや全然違う。ダガー手に入れた。じゃあやっぱ一番上のここに入ってる武器だけいろんな種類が手に入るとかそういうのもあるかな。それか世界各地の宝箱を私が全部取れてないので、やっぱいろんな武器手に入る可能性あるね。おお見つけた。なんかこの人がさ、なんなの？はい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 。だちょくちょい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 。あ、あれれれれれれれ。かわいそうなことをしてしまったのでは。落としちゃいまーす。ちゃんと足場になる。熱いの向こうってやってみていい？あるよね。リンクじゃなくても関係ないよね。まるでゴロン手に入れた。まるでゴロン手に入れました。やったー、これでいけるようになったじゃん。絶対また探しに行かなきゃな。あ、どうやればいいんだ。あ、落ちた。やった。そうやってなんか爆風で落とすこともできるんだ。あ、やった。え、世界各地に転がってるわけではないのか。まあ確かに全部の地図回った気がするけど、歯車らしきもの見た覚えはあんまりなかったから。ほ、ここに一個ありましたね。あ、いけた。いけた、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 いけた。やった、よかった。オッケー。あー、あ、ここにもあるな。オッケー。で、ここにもあるんじゃないか？あの歯車が。なんかすごい。なにこれ。すべての敵を倒せ。急に出てきたな、いっぱい。押して。はい、はい。はぁ、上から来るの気をつけろ。はーい、下突き。ダッシュで掘る。ドゥ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 。オッケー。来たー。下には何もないね。あ、戻れないと思ったら大丈夫だった。よし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 。オッケー。これで3つ揃ったじゃん。よかったんだ、あの1個取っといて。もう行く？あ、間違えた。間違えちゃう。すぐ Y 押しちゃう。くっそー。なくなっちゃった。ティ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 トゥー。あ、違うな。多分テテティトゥティトゥティトゥは炎の神殿の炎のゴブレットじゃない。なんだっけ、それはハリーポッターだ。炎の、あ、近い名前だと思うんだけど、の音楽かも。じゃあドドンゴの可能性もあるぞ。ここのボスゴーマ様だったし、この前ようやくこれで橋が渡せる。でもこっちも仕事なのでただというわけには。嘘だ嘘だ、歯車持ってきてやったんだから。なんてね、冗談だよ。ありがとう、優しい人だった。ありがとうね。お、ちゃんとネジ回してる。100ルピー、まあ、払え、全然払えるわな全然払えるけど、これいけちゃうんだけど。あ、戻れなくなっちゃった。これ行っていい方だった。あ、氷の矢だ。はい、氷の矢を手に入れた。間違えた。あ、あ、行ける？あ、行けた。これさ、本当は回ってくる道じゃなかったの、きっと。まあでもどっちにしろ行かなきゃいけないかな。多分ね、橋、鍵を手に入れるために
ただ裏から行っちゃう。うわー、キース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 、燃えたー、燃えちゃった、炎無視なはずなのに燃えてもうた。はい、来いよ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 、おいコンパドゥ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 、こいつ、この、こいつ、こいつ、こいつ、いっぱい人がいすぎて困っちゃうな、やだ、はい、あ、あー、爆弾ないのに置いた、取ってたのかな、やだ、すごい、やばい、すごい、食らっちゃう、あ、鍵、離れた敵に、あ、普通のスピア手に入った、じゃあ、自分で強化できるよみたいなのもあるわけだよね、やっぱ。はい、あ、スピアなってる、もう自分の思ったようなとこじゃないんだもん、だってひどい。はい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 、なあもう邪魔、ちょいちょいちょい、ハートがないぞ、ハートがないぞ、あ、いた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 、いました、奥さん、買い物していきましょう、鍵もらった、 OK です。あ、一度閉じたら開かない扉ありました、ちょっとまずいんだよね今、ハートが、あ、薬飲んじゃった、もう普通にダメじゃん、はいはい、ここで、うううう、やっぱね、2マス先っていうのが強いんだな、どう考えても。やっぱ壁沿いだったらこれでいいかもだけど、チタンのスピアにしとくか、やっぱ、はい、そうしよう、鍵、また鍵か、ここはこうだから下行って、下から来たのか、危ない、あ、いい、 OK、 こっちだ、炎のボレロか、メヌエットで、違う、それ森だからボレロかな、あ、出た、頭の、あ、はめられた、はめられた、はい、うん、うん、やばい、ブブブブ、あれ、まだ一体残ってるのに出てきたな、階段、はい、あ、オッケー、ちょっと薬どんくらいある、あ、もうなくなっちゃった、ちくしょう、はい、もうちょっと慎重に戦わないとダメですね、こいつ、あ、落とせばいいんだ、そうか、落とせばいいんだ、あ、まあでも本当は持ってなければ、こいつを落とすことによって道を作って、ハートの器かけらか取りに行けばいいよみたいな感じかな、 OK、 あ、ボス部屋の鍵もう手に入れたよ、え、あの真ん中の下気になるんだけど、でもここまで来ちゃったし、入り口に戻ってから行くっていうのもありかな、一番上のショートカットしちゃったもんね、あ、いけるいける、あ、よかったよかった、あ、間違えた、ここちょっと行ってみようか、ここは何の部屋、小部屋、地図的にはあんまりでかくないのか、あ、部屋がある、一応宝箱が、鍵か、鍵んとこ来た、いやもうハートがちょっと、あ、出た出た出た、こいつ嫌いだよ、嫌い嫌い、あ、はい、オッケー、道具跳ね返し、オッケーオッケーオッケー、はハートがねあ、ここに出てくるんだ、なるほどね、オッケー、ハートをだいぶ使ってしまったが、全員倒したいところはある、敵を凍らせる、あ、あ、死んじゃった、ちょーわーん、調子に乗ったんですけど、はらー、もう行きません、あ、でも武器どうだろう、武器まだ宝箱あったりするかな、あ、よし来てよかった、よし来てよかった、死んだのは運命だったんだ、金がね
よこせお前ら。普通に店の中入ってきてんじゃねえよ。75か、チックショー、金がねえ、金がねえよ。やった、100ルピー手に入りました。これは勝ちましたね。勝ったな。風呂行ってくる。よし、全員倒した。あー、倒しました。そしてお金も貯まったから買おう。よしよしよし、もうさっきの死んだのはなかったことにします。宝箱も全部見たと思うんだけどね。下のやつ手に入ってないけど見落としてたりするかな。まあ行っちゃいますか。ケイデンスちゃんで最後のボスは行きましょうか。はい、行きます。テレテレテレテデン。爆弾使ったりとかするかな。もしデデンゴ、デデンゴじゃない全然名前違うのばっかり。ギターか最後は。